長期分散投資の、家計簿の付け方についてご相談いただいているんですね。おすすめの家計簿アプリですね、まあ、初心者向けとかですね、まあ、初めての人とか、この辺ですね、まあ、あのマネーフォワードとかいろいろあるんですけども、まあ、ご自身に合うのを使うのが一番いいかなと思います。とにかくあのこのおすすめっていうと逆にあのなんかこうね、お金もらっておすすめしてるみたいに思われるので、あの逆にここでは僕は言わないんですけども、僕が使っていて良かったものっていうのはやっぱりあのシンプルで分かりやすいものですね。あと統計的にこうグラフで見れるようなやつはあのすごく使いやすいかなと思います。とにかく家計簿アプリをつけてですね、固定費を抑えるっていうのを、特に住居費、ですね、あと保険とかですね、そういったものをあの特に中心的に見直すといいと思います。フィリピン移住のですね